どうもしゅんです。こんにちは。どうもさやです。こんにちは。はい、ということで僕は今サイバーエージェントに来ていて、サイバーエージェントの子会社の CM モーションの村岡さやさんと動画を今撮っています。今年サイバーエージェントに新卒で入社されて、で新卒1年目で子会社社長になられて、来年2020年にコエリっていうサービスをリリースされるということで、リリース間近ということで取材させていただきました、はい、去年ミスト東大に出てた時にも取材させていただいたんですけども、なんか丸くなりましたね、まあ、髪の毛をまずなんか丸くなりましたね、まあ、髪の毛をまず人間はやめてよ。人間はひどいね。人間的にそのいい意味で尖ってなくて、あのよく偉そうだねって言われる。頭いい子は可愛くないし、可愛い子はバカが多い。ウケるウケる。就職活動をする中で学生が陥りがちな失敗とか事前に防げる対処法みたいなところを今日はお聞きできたらなっていうふうに思っております、はい、後半部分では今さやさんがリリースしようとしているサービスの立ち上げた思いとか、あとはそのサービスの概要みたいなのもお聞きできたらなっていうふうに思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。意識高いと言われる学生によくあるのが、はい、優秀そうに見せることをやめた方がいいと思っていて、はい、優秀そうに見せると受かるって思ってると思うんですけど、はい、そもそも学生が思う優秀さの定義とその社会人が思う、まあ、面接官が思う優秀さの定義って絶対そこにズレがあるので、はい、頭の回転が速い人が優秀なんじゃないかとか、なんか喋り方が頭良さそうな人が優秀なんじゃないかって思っちゃうけど、はい、無意識にでも多分やっちゃう人ってすごい多いと思っていて、はい、なんか分かったふりをしちゃうとか、はい、質問ができないとか、そういうちっちゃいところなんですけど、なんか面接官からしたら分かってるふりって多分大体分かられちゃうし、はい、あ、こいつ背伸びをしようとしてるな、まあ、確かにっていうのは分かっちゃうので、はい、逆効果かなと思っていて、別に全然分からないことは分からないって言っていいし、なんか今の質問の意図ってこういうことですかっていう質、なんか質問に質問で返してちゃんと意味が分かった上で返す。でそれは全然バカに思われるとか優秀そうに思われるとかのまた別の話なので、なんかここは気をつけた方がいいなって思ってます。あんまり自分の思うこうしとけば優秀そうに見えるからこれをやるっていうのはやめた方がいい。あ、確かに、すごい刺さるものがあります、すごい刺さるものがあります、2つ目はどうしたら自分は受かるのかっていう問いはやめた方がいい。なんでですかそれは。なんか、どうしたら自分がこの会社にから内定をもらえるのか受かるのかっていうのは自分起点でしかなくて、そもそも就活っていうのは学生とあの企業のマッチングなので、はい、2つの視点があって、はい、もちろん1個目はもちろん学生の視点、どうしたら受かるんだろうって視点と、はい、2つ目がその企業側のどういう人がこの会社に入れば活躍するんだろうとか、どういう人がこの会社に入ってくれたら自分たちはもっとこう大きな企業になれるだろうかっていう視点があって、はい、この2つ目の視点が自分がどうやったら分かりますかだと抜けちゃうんですよね。この企業さんはどういう人が欲しくて、どういう人を活躍すると思っていてっていうのをちゃんとその企業視点にならないと自分をどう見せればいいかがやっぱ決まらなくなってくるので、何でもいいんですけど、その会社のホームページとか、はい、実際に OB 訪問で社員さんに会った時に共通点を見出してみるというか、はい、この会社ってこういう人が多いなとか、活躍してる人ってこういう特徴があるな、はい、共通点を自分なりに見出しておくと、はい、自分がどういうふうにこの会社にアピールをすればいいのかがすごい分かると思う、はいはい、自分起点の問いをやめた方がいい。ああなるほど、ああなるほど。就活は、企業と人のマッチングっていうのを考えると、企業側は企業側の学生側に求めるものが全部違っていて、企業 A、企業 B、企業 C で絶対違うので、全部に一緒になる、はい、活躍する共通点って絶対なくて、でも学生は全部自分同じ自分で行こうとするので、全部必勝パターンがあるんじゃないかと、そうすると一生なんかどこにもかんないってことは起きるかもしれないなと。なるほど。めちゃくちゃ頑張ろうとするのは、はい、握手だと思っていて。なんでですか。
いろんな選考の形があると思うんですけど、うん、なぜ企業側がこの選考のやり方で学生を見ようとしているのかっていう目的をなんか確認した方がよくて、トライアウトとかってなぜ1回当ててもう1回その時間帯に当てさせるのかっていうところを考えると、自分は完璧だと思って一旦当てるんですけど、人事からこういうとこを直した方がいいと思うって言われた、で時間内に直さなくちゃいけない、どこまで修正してくるのかその時間内にっていうその起点とかを見てると思っていて、そこの目的とか力の入れどころをめちゃくちゃ頑張るっていう風にミスるとパニックになっちゃうので、あ、この選考形式だったらここを頑張ればいいんだ、ここに力を入れればいいんだっていうのを考えた方がいいと思って。なるほど。フーリーズサービスは電話のマッチングアプリで、3分間 の電話をきっかけに恋を始めようっていうアプリになってます。で詳しくは LP を見てもらったら分かるんですけど、マッチングアプリで付き合った人とマッチングアプリで浮気をされるっていう経験をしていて、はい、失恋のショックとか、はい、初めてされた浮気だったので、はい、すごいそこで打ちのめされてしまったんですけど、そこからちょっと復帰してインターン、じゃあ新規事業を考えてくださいって言われた時に、やっぱりその自分の身の回りのサービスからしかやっぱ考えられないので、自分がよく触ってたもん、だからマッチングアプリっていうのをすごい考えやすくて、だからマッチングアプリの案はいっぱい出してた。でなぜそこから電話マッチングに行ったのかなんですけど、はい、触ったことある人は分かると思うんですけど、なんかカードが出てきて、好きな人だったらイエスみたいな、はい、良くない人だったらノーみたいな、はい、どんどん選んでいくんですよ ね、もちろんすごいそれで出会いのきっかけとかすごい広がったと思うし、世界でもこんなに流行ってるし、なんか合理的な出会いとして広がっていってるっていうのは分かるんですけど、自分が使っていてすごい無機質な体験だなと思ったというか、こうインターネットの慣れの果て感みたいなを感じていて、もっとなんか楽しく出会ったり、なんかお相談しなかった体験で、みんな楽しんでほしいなと思っていて、例えば電話とかだと相手がどんな反応するかとか、どういう場があるかとかは予想つかないじゃないですか、こういったコミュニケーションみたいに。だからすごいその電話の後メッセージができるんですけど、そのメッセージがすごい360度いろんな方向にあると思ってて、例えばなんか電話で勧めてもらったお店行ってみたいですとか、なんか電話でなんか言っていた趣味、なんか映画とか好きっぽいんで、これとおすすめの映画また教えてくださいとか、なんか全然こう今までのこんにちはよろしくお願いしますみたいなのの広がりが全然違うなと思って、なるほど、ね、プロセスをすごい楽しんでもらいたくてこのアプリを作った。なるほど。でもう使えるんですか？2020年の初頭をリリースを予定してるんですけど、はい、今も事前登録がスタートしてるので、なるほど、ぜひ皆さんお願いします。ぜひ使ってみてください。でちなみにその使って登録したら、使った登録してくれた人がなんか喜ぶようなことってなんかないですかね？視聴者さんになんかできないですかね？なんかできるかな。みんなどのくらい応募してくれるか分かんないけど、はい、何でも、じゃあ分かりました、はい、分かりました。じゃあ事前登録すると、はい、LINE アットの登録画面になるんですけど、はい、その登録画面をスクショして、はい、私に DM してくれたら、 Twitter のダイレクトメッセージを決めたら、はい、してくれたら、抽選で5名でじゃあコイリーで話すっていうのを、はい、キャンペーンしたいと思います。なるほど。就活相談でもいいし、恋愛相談でもいいし、はい、何でもいいです。いろいろ話しましょう、はい、はい、ぜひ応募してみてください。お願いします、はい、なので下の概要欄にコエリーのリンクを貼ってあるので、よかったら、覗いてみてください。はい、 DM 待ってます。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。みんな就活ってこれからなんですか？そうですね、これから始まるので、じゃあこの動画を見て、はい、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。皆さんの内定をお祈りしております。お祈りちゃダメか。やっとか。ということで今日の動画は終わりです。はい、チャンネル登録お願いします。はい、じゃあな。